共通テスト当日は痴漢が合法ってマジですか？都心の人羨ましい。競艇当日は痴漢チャンスデー。 SNS 上の卑劣な書き込み。明日始まる大学入学共通テストで試験会場に急ぐ受験生は、痴漢行為をされても被害を申告しづらい、そんな弱みにつけ込み、受験生への痴漢を煽る許せない内容です。こうした事態を受け、おはようございます、愛知県警です。痴漢盗撮に気をつけて行ってください。今朝名古屋駅には愛知県警の鉄道警察隊や中村警察署の警察官が出動。痴漢撲滅と書かれたチラシを配って受験生を狙う痴漢に厳しい目を光らせました。そのうちの一人、鉄道警察隊の森夢忠警部補には高校3年の娘がいます。娘も明日共通テストを受験する予定です。夜遅くまで今でも勉強をしています。父親としてはやはり不安に思います。今まで遅くまで頑張ってきた受験生の力を発揮できるような、そういった気持ちで警戒を強めていきたいと思います。愛知県警は受験生が安心して試験に臨めるよう、共通テスト期間中積極的に警察官が列車に乗るなど警戒を強めます。